I'm not even sure that there is a new mission or that I need to do more. That girl. Okay, so it's not done yet. Okay, time to search. There is a new place. Found the trigger moment. I'm gonna check hidden room. I ain't gonna check. hidden room. お前は、そうか。
ここにいましたか。何なんだ君たちは。一度裏切った私に何の用だ。私が。Oh my gosh, he's really insane. Really insane, guys. 何かがあった。それで。やめろ。覚えてない。思い出したくない。大丈夫ですか。私は神城の関係者ですか。神城。頼む。私の研究所に。行かなければ。あそこに私は行かなければ。行かなければ。行ってみるしかなさ。研究所に着きました。ここだ。ここで私は何かを思い精神データ。じゃあそうだ、そう。私が研究して精神のデータか、エデンのシス。私だけじゃない。私の他にもスエドウ、スエドウだ。私はあいつに記憶を奪われた。頼む。私の記憶を取り戻してくれ。この子も。私がオペレートします。山下。まず、私の精神データを読み込んでくれ。そのコピーデータをハードウェアの仮想記憶領域で実行。改ざんされたコピーデータをオリジナルデータに上書きすれば、私の現在の記憶を仮想記憶。山下さん、それはコピーしたデータプロテクトの除去を阻む何かが山下さんの。よい。わお。Probably. Holy shit. Stop. Final shine burst. Done. Man, what are the psychops mons? And another set of them. Hey, find the other Digimon. Yeah, it took a while. And just one hit. Just a simple hit. Woo!For Edamon? Hmm.
This Digimon will go. Barked himself? He helped me. He's getting weird. Look at that damage! Okay, final charm burst! Wait. He's bugged. Memory up. Yes. Daijoubu desu ka? Ah, daijoubu da. Kyoku ga ikki ni modotte kita node, sukoshi konfan shiteiru ga.私の体はずっと本当の記憶と向き合いたがっていた。聞かせてください。山科さんの記憶には一体何が。8年前のエデンのテストテスト。ああ、数百人の参加者を招いて実施した運用実験も兼ねたテストプレイだ。当時私が所属していたナイルコープはすでに神城に買収した。ベータテストは私と水道が指揮を取ったんだ。テストと言っても宣伝も兼ねて、まさかあの体験会であんなベータテストの最中、参加者の子供たちのうち5人が、4人はすぐに意識を取り戻した。うち1人の少年は最初の。その少年というのは。そうか、君は神城社長の兄の他に4人もの子供たちが事故。すまないが覚えていない。記憶の改ざんではなく、本当に知らないんだ。私は、私たちの作ったエデンが子供の人生を奪ってしまった。自分の犯した失敗を直視できず、罪の意識で私の精神は病んでいった。それを見かねてスエドは私の記憶を消してくれた。エデンネットワークはベータテストの段階で様々な行政莫大な金が見えていた。だからだ、テストは成功した。では、いや、スエドーだけは4人の子供は意識が戻ると口を揃えて奇妙な話をした。それはまるでおとぎ話にで、多くの研究者は過度のスエドーは違う。彼だけは4人の子供たちの言葉を一言一句聞き逃さないとして、子供のように目を輝かせてね。そう、ではスエドーさんに聞けば。ああ、だが
子供たちのことを探しても無駄だ。彼らの記憶を奪ったというよりも、私と同様暗号化した記憶というものは改ざんができても完全に消すことはできない。でもどうしてそ…それはスエドに聞いても、しかし記憶の封印はスエドが彼らに与えた救いだったと思う。ところで勝手な願いなのを承知の上で、私の記憶をもう一度封印して。え、以前の私は仕事にかまって家族を顧みない父親だった。娘は鹿を亡くしたことも一度や二度じゃない。でも記憶をなくした私には優しい父親でいられる記憶のない自分こそが。本当にこのシステムが改ざんできるのは記憶だけです。いつかまた無意識化の雑誌の言う通りだ。私があの症状に記憶の死、人間の記憶というものは脳だけに存在するわけじゃない。だからこそたとえ頭をいくら押さえつけても、私の目は耳は人間はそういう風に出てたが、君たちに全てを話したら頼む、もう一度過去の出来事を忘れさせてくれ。And here we go. これでよかったの。私はコレデン症候群の謎を解くためにも、リエさんとスエまた連絡します。忙しいところすまんが、お前さんに応援を頼みたくて。夢、こっち来んな。こいつ撃っていいんすか。キモいし撃ちますよ。うるせえ、ちょっと待ってろ。俺たちが手に負えねえ。Well, I'm going to actually save, but I need to go first to the place, and I think it was this place? I think it was this place, right? Let's check. Just once. Oh, well, press E. Yeah, handiwork, bro. Handiwork. Wrong direction. Yeah, let's go here. It's faster. That's the way I wanted to go. Okay, then I will save from right over here. This platform. So yeah, guys, that was it for now. I'm gonna quit now. Maybe tomorrow we will be recording some bit more, but for now, it's just I can do for the tonight. Because I'm getting tired. Peace, Dragonites.